鬼木誠君おはようございます自由民主党の鬼木誠でございます本日は予算委員会での質問の機会をいただきましてありがたく思っております本日は今国会の看板政策でもあります全世代型社会保障について聞きたいと思っておりますが コロナウイルスの対応で、加藤勝信大臣は本日、出席いただかなくて、結構ですということで、ぜひそちらに全力で当たってくださいというふうに遠慮させていただきました。 橋本副大臣、稲津副大臣に出席いただくのも本当に心苦しいところではありますが、コロナウイルスについての私の地元からの声、また、全世代型社会保障についての質疑、ぜひお受けいただきたく、本日はご出席をお願いいたしております。よろししくお願いいたまますす、ま、ず冒頭です、ね、私私のののの地元からの声ですがが知人のご両親が 90を迎える前にしてご夫婦でクルーズ船で旅に出かけられましたまさにこのコロナウイルス集団感染ということで今船内に残されている状況でございますご夫妻は政府の指示に従う腹は決めているということでございますがさまざまな困難が終わりのようでございます 食事についての改善や、またテレビは映るものの、正確な情報が速やかに伝わらないということで、大きな不安を抱えている、そういったことでぜひ政府に対応をお願いしたいという声が、私のもとにも届いております。 ここでさまざま詳細に述べますことは、また大きな混乱を呼んでもいけませんので、これ以上のことは申し上げませんが、ぜひ、船内に残された方々のためにも、速やかな措置をお願いしたいと思っております。それでは、全世代型の社会保障についての質問に入らせていただきます。人生100年時代を迎えまして、高齢者として生きる期間は長くなってきております。 健康寿命も伸びてきており60、60歳、65歳を超えても元気に働き、社会保障の支え手になる方々が増えてきております。全世代の方ができる限り社会の支え手となり、その分、受益も充実していくというのが、全世代型社会保障改革の考え方であると存じます。年金制度ににおいても働く期間の伸びに対応することと 長期化する高齢期にあっても、充実した経済基盤を確保することが重要だと考えております。政府はどのような年金改革を行っていくのか、お答えいただきたいと思います厚生労働副大臣、稲津久お答えいたします。今後の社会、経済の変化を展望いたしますと、 現役世代の人口の急速な減少と、平均寿命の伸長を背景にいたしまして、特に高齢者や女性の就業が進み、これまでよりも長い期間にわたり、多様な形で人々が就労することが見込まれます。こうした社会、経済の変化を年金制度に反映をいたし、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図る必要があると考えております。 このような観点から、えー、老後生活の基本を支える公的年金制度につきましては、多様な就労を年金制度に反映する費用者保険の適用拡大、えー、就労期間の延伸による年金の確保充実のため、在職老齢年金制度の見直し、えー、在職定時改定の導入、 年金受給開始時期の選択肢の拡大等について、見直しを行うことを検討してございます。長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることができるよう、このような年金制度の見直しの内容を盛り込んだ年金制度改革法案を今国会に提出をいたしまして、御審議いただきたいと考えております鬼木誠君。はい、えー 60を超えてもですね働けるようにする、在職老齢年金制度の見直し、また、在職定時改定の導入ということで、60歳を過ぎた方が年金をもらいながら働くと、年金が減る、なくなるということで、60歳を超えた方が働かないということが今まで起こってたんですね。それは経済界ににとととっっててもも困るることであるし60を超えた方にとっても 困るということで、えー、この方々が働きながらも年金がもらえるようにしてほしいという声はもう以前からずっとあったわけですね、ついにこれに取り組みまして、えー、在職老,老齢年金制度見直しということで、60を超えてもしっかり働いていただいて、そして、えー、働く、税金も納める、年金も納める、給料もいただく年金ももらえる、そして、えー、さらに老後はもっと多くの年金がもらえる。 高齢者にとってもいいし、社会にとってもいい支え手が増える、また経営者によっても働いてくれる人の数が増えるということで、ま,あ、まさに三方よしの政策ということで、全世代型の社会保障ということが進められているということで、ここの質疑をもっと分厚くすれば、さらに、 国民の理解も進むと思うんですが、ちょっと私が用意している質問がここまででしたので、えー、すみません、もっとここを深くすればよかったんですが、申し訳ありません、次の質問に行かせていただきます。えー、続きまして、えー、短時間労働者の保険適用というのが、えー、一方で、えー、ございます。 これもまた、短時間労働者の方にも、しっかり社会保障の支え手になってもらおうということでございますが、全世代型社会保障改革の一端でございますが、この問題につきましては、短時間労働者がちゃんと年金に入って、年金を納めて、そして一定程度の期間、 年金を納めたら受給者にもなるまさに支え手が増える、そして受益者も増えるという、今回の改革に見合っているんですが、一方で、先ほどの老齢年金の話と違うのは、経営者側にとっては、働く人が増えるということはうれしいんだけれども、社会保障負担が増えるっていう側面もあるわけですね、ですから、全くの三方よしだと手放しでは喜べない部分もあるわけでございます。 このコロナウイルスの件もありまして、インバウンド客の減少に苦しむ業種もたくさんございます。そういったところからは、早くも制度が始まる前からですね、適用条件緩和の要望の声なども上がっております。パート、アルバイトも多い業種もありまして、そういった方々には、パートやアルバイトの理解のためにもっと時間が欲しいといった声も聞こえてくるところでございます。 先の2月3日の質疑の中では、安倍総理が中小企業の負担軽減も考えるといった答弁もあったように記憶をいたしております。この短時間労働者の保険適用につきまして、中小企業の負担軽減にどのように取り組まれるかをお聞かせください厚生労働副大臣、稲津久志君。 お答えいたします、えー、短時間労働者の費用者保険の適用拡大についてでございますが、今回の年金制度改革の中で、えー、中小企業への負担に配慮いたしまして、一定の準備期間を設けつつ、まあ、段階的に15従業員50人を超える中小企業まで拡大することといたしております。えー、中小企業においては 適用拡大の施工が円滑に進むための施策として、えー、働き方改革や最低賃金の引き上げ等への対応を含め、関係省庁にご協力をいただき、例えば3000億円を上回るものづくり補助金、また IT 導入補助金、持続化補助金による生産性向上へのご支援、 また、短時間労働者への被用者保険加入と、処遇改善を行う事業主に対するキャリアアップ助成金による支援等を行うほか、被用者保険の適用拡大に向けた周知、また専門家活用支援等を通じた環境整備を進めることとしており、昨年末に取りまとめた経済対策にも一部施策を盛り込んでいるところでございます。 中小企業への支援については、厚生労働省としても関係各省と緊密に連携をしながら、できる限りの努力をしてまいる所論でございます小木誠君。ありがとうございました、えーまあ。厚生労働省だけに聞く質問ではなかったかもしれません。ぜひ、えー、政府を挙げてです、ねえー、中小企業への目配りもお願いをいたしたいと思います。 しかしながら、やはりすべての世代、すべての方が社会保障の支え手になっていく、そして受益者になっていくという方向性は、本当に必要な政策でありますし、それが社会をみんなで支えていくということにつながっていきます、安定につながっていきますので、これはぜひ進めていかなければならないと感じております。 そうした中で、今、高齢者や短時間労働者について触れましたが、外国人の労働者受け入れ拡大が始まっております。実は、この労働者と、外国人労働者という方々も、社会の支えてではないかと私は考えております。日本に来て働く、給料をもらって、税金を納める。 そうした方々が、日本の社会保障の中にいるべきなのか、外にいるべきなのか、今、制度上は中にいるものだというふうな設計されておりますが、国民世論の中には、外国人が社会保障に参加することに否定的な声も少なくないわけであります。しかし、私はやはり先ほどからの文脈通りですね、 外国人ののの方も日本の社会保障の中にいるべきだと考えます労働者としてまた参加してもらう、給料も納める、税金も払う、そして社会保険料も納めて、そして支えてとして日本にいる間は負担をしていただくし、また病気などになったときもです、ね、彼らが、 もうどうにもならない状況にならないように、保険制度の中でちゃんと治療が受けられる、そういったことが必要だと思います。社会保障の目的というのは、まさに社会の安定でございまして、そうして来られた外国人の方が、病気の治療もできないということであれば、社会が、日本社会も不安定になっていくわけでございますので、やはり社会の安定のために、外国人の皆さんも適切な受益と負担を持って、社会、 保障に参加していただくべきだと考えております、えー、それでもですいろいろんなことが起こりまして日本人の中でも外国人を社会保障の中に入れるなというような世論があります、えー、外国人が社会保障に参加すると日本人がなんか損したような気がするこれはもしかしたら日本の社会保障が負担より受益の方がはるかに大きいということを国民が直感していることの表れかもしれないなと考えます えー、麻生大臣に伺いたいと思いますが、日本の社会保障の受益と負担のバランスについて、どうお考えか、えー、お答えいただければと思います財務大臣、麻生太郎君。極めて拡張高い質問で、<laughs> 丁寧に答弁させていただきますこれはあの、社会保障制度っていうのは、いわれて、税と保険料といったような負担によって、 介護医療等々のサービスを必要とする方に給付ということになっているんであって外国人に対してどこまで社会保障給付の対象とするかについてはこれは主に厚生労働省のあたりで議論をいただく大きな論点なんだと承知しておりますがその上で申し上げれば日本の社会保障費全体がいわゆる必要な負担を あまりいただいてない間に、えー、高齢化が進んだために、給付の方が急速に伸びていったという背景があるんだと思いますが、その結果、給付のかなりの部分について、赤字国債をもって埋め取るということになってますから、将来世代の負担により賄われておるという、先ほど言われた話に何り このような状況でありますんで、日本の社会保障っていうのは、諸外国、まあ、諸外国によって、交付し、高負担と低負担、低負担、低負担いろいろありますが、日本の場合は、うん、世界的な中でいうと、中福祉、低負担と,といったような状況にあると考えられておりますんで、ご指摘のとおり、受益とバランス負担のバランスが取れておらんと。 いうのが今実態というのはこれは確かなんだと思うんで,す、ね、で加えて今後高齢化がさらに進んでいくという話になってきますと社会保障費の増加だけではなくてあの支え手になります勤労世代という世代というのが減りますんでいわゆる入ってくる財源の縮小かたわら医療が高度化しますんでその日にかかる 医療費が増大するとということになりますあの政府に出す予想ってあんま当たらないのが多いんですけれどもその中で人口推計だけよく当たる方でしてね2015年の現役世代っていうのと2040年の現役世代っていうのを比べてみますと約1580万人減るという予想が立っております。 従いまして今言われたような視点っていうのはこれすごく大事なところであって私も労働者とか言われるのを外国人だからとかなんとか言ってられない状況じゃなくなってきてますんでそういった意味ではみんなでやっていかざるをえんという大西先生の先生に私も全くそう思いますんで従って給付と負担の見直しをはじめとする改革っていうのをこう今のうちやっておかないとえらいことになりますよと。 ということで全世代方とかいろんなことを申し上げておるんですけれども、ぜひ、現役だけでやるんではなくて、高齢者の働ける人は働いてもらった方がいいんであって、強制労働してるわけではありませんから、元気な人は働いてもらおうと言って、現に80歳でまだ財務大臣やらされてるのもおりますので、そういった意味では、働かせるやつは働かせた方がいいですと、私はそう思ってるんですけど鬼木誠君。 いや本当にあの多,面多面的なあ分析を <laughs> お,お答えをいただきまして、ありがとうございます。そうですね、本当にあの給付先行で来て、えー、負担があ比較的少なかった、受益と負担のバランスでいうと、中福祉低負担ということで、えー、国民にとってはいい時代が続いたわけでありますが、そこで給付が先行した、その中で高齢化社会がやってきて、支えての数が減ってきたというのが、今の状況でございまして、そういった中で、 えー、外国人がやってきて、えー、社会保障の給付を受けると、なんか自分たち損してる気がすると、彼らをもう入れるなっていう議論になってしまうんだけれども、実は、えー、やって来られる外国人の方々も、労働もするし年金、年金、社会保険も納めるし、支えてとな,なって、 いいるととうことまさに全世代型社会保障の中に、外国人の方もです、ね、さっきのラグビーワールドカップのようにです、ね、ワンチームとなって、日本社会を共に支えていただく存在、そしてまた、彼らの労働条件だとか、社会保障っていうのが、生活が困難になっていくと、そこは国の分断を、対立を生みますし。 また社会が不安定になるということでやはりあのそこの社会保障の公平さというものを保ちながらですね、外国人の方にも支えてとして入っていただけれ,なければならないんだなというふうに思いますそしてその制度というものがやはりフェアでなければならないというふうに思います あの本当にラグビーワールドカップのワンチームは、日本人も外国人も一緒になって、大変フェアなチームでありました、みんなが共に助け合い、支え合う、素晴らしい姿を見せてくれました、そうした中で、やはり受益と負担がフェアでないという思いが誰かが持つと、このワンチームが成り立たないわけですね、あの人はもらいすぎてる、あの人は支払ってないっていうふうなことが起こると、それは許されない、国民の理解が得られなくなってくるわけですね。 そういったことで、ちょっといろんな不祥事といいますか、世間をにぎわす外国人の社会保障についてのトピックについて、どういう対応をするのかということをこれから尋ねていきたいと思います。外国人が治療目的で来日をして、しかも家族まで連れてきて、高額な治療などを受ける、そういった報道もなされました。 家族まで連れてくる、こういった現象について、どのように把握をしていて、今後どのように対処するかをお答えください。厚生労働副大臣、橋本岳君。 はいえー、まずお答えに入ります前に、えー、とあのお地元の方があのクルーズ船の中におられるということで、大変ご一心通のことであろうと思っております、あの私どももその今、中におられる方の,その、ま、健康状態、あるいはその感染防止、えー、などに対して、えー、万全を尽くしてまいりたいと考えております、またあの先ほど、コロナウイルスがということでおっしゃっておりましたが、コロナウイルスというのは基地のものが6種類。 で今回、新型があるということで、あの新型のことが今、問題になっているということで、そこはあ。のー 誤解招かないように、一言申し添えさせていただきたいと思います。そして、今、お尋ねのお話でございますけれども、国民健康保険は、日本国内住所を有する者に適用することとしておりまして、外国人の方につきましても、適正な在留資格を有し、住所を有していれば、原則として適用対象としております。これは今、先生がお話しいただいたお考えにマッチしているものと存じます。で一方で、在留資格が医療滞在目的等の場合においては、 国保の適用対象とはしておりませんで一方、その外国人の方の国宝の利用については、入国目的を偽って在留資格を取得し、高額な医療を受けているという不適切事案が,があるとの一部報道があったということは、私たちも承知をしております。でこれを踏まえまして、平成29年3月に、外国人の国保の利用につきまして、全市町村を対象として、高額な医療にかかるレセプト全数調査を実施をしております。でその結果 不適正事案の可能性が残る事例が2件、またすでに出国しており、確認が取れなかったものが5件ございます。ただ、これについて、えー、不適正として確定したものではないということも申し添えさせていただきます。でまあ、ただ、そうしたものもあったということで、被、えー、保険者の支え合いで成り立っている医療保険制度の信頼を確保するためには、適正な資格管理は必要でございます。そのような観点かからら外国人につきましては平成30年1月から厚生労働 労働省と法務省が連携し、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると判断される外国人被保険者の方につきましては、市町村から入国管理局に通知をする、連携をして取り組む、こういう取り組みを実施しているところでございます。引き続き続国保の適正な利用に向けてて取りりり組んででままいりたいたと考えておすす以上木誠君 橋本副大臣ありがとうございました。えー、私が自民党で厚労部会長代理を務めるっていた時の厚労部会長ということで、えー、本当に厚労行政に精通しておられて、えー、大変尊敬している先輩でございます。あの決して、えー、新型コロナウイルスクルーズ船の対応を批判しているわけではありません。えー、起こったばっかりの出来事で、で船内の食事もなくなったばっかりというところで。 今、臨時の対応をしている、そういう中で、こんなような状況にあるということで、これから、しかもそこにですね外国の方もおられるし、公費を使うことについてどうなのか、いろんな議論があった上でのことだと思いますので、本当に大変なことだと承知しておりますが、ぜひよろしくお願いいたします。そしてて治療療目目的の外国人が受ける医療についてですね平成31年1月から資格目 外ですね、本当の資格を偽って治療を受けている人たちは、えー、その在留資格を取り消すという措置をされるといったお答えがございました、えー、また、えー、家族を、そういったケースで、家族を連れてくるという、あ連れてくるではないですね、えー、国内に残した家族も、その高額の治療が受けられているという批判があったことに対しても、えー 国内居住要件についてですね、日本国内にいる人のみが、治療が受けられるというふうに、変化が今後、行われるということで伺っております。まさにフェアでなければならない、外国人の方も支えて,てあって、負担している部分については、きちんと受益もあるけれども、 それを偽って入ってこられた方、日本の社会保障にただ乗りしようとしてやってくる方、そこはきっちりとした線引きにおいて、引き続きやっていただきたいと思います。続きまして、外国人観光客がですね、日本にたくさんやってくるインバウンド客が来られるのは、経済的にはありがたいことですが、その方々が病気になったときに、非常に。 無保険で病院に行きましてそこの治療費が支払われないと言ったことも伺っております外国人観光客の医療費未払いの実態についてどう把握をされどう今後対処されていかれるかお答えください厚生労働副大臣橋本学君 お答えをいたします、えー、未就勤の実態につきまして、えー、ですけれども、平成30年度に実施をした医療機関における外国人患者の受け入れに係る実態調査で把握をしております。えー、平成30年10月の1か月に外国人患者の受け入れ実績があった2174病院のうち、えー、386病院、えー、すなわち17.8%が、 外国人患者による未集金を経験しているという結果がございます。また、同未集金の総額のうち、訪日外国人の方による未集金が約3割を占め、あ、約失礼しました、約4割を占めておりました。 で外国人の方の未就勤の問題については、言語や文化の違いも原因の一つにあると考えておりますことから、厚生労働省におきましては、これまで未就勤発生を予防する観点も含め、医療通訳者の医療機関への配置や、多言語資料の作成、普及などの取り組みを進めてまいりました。また、今年度におきましても、引き続き外国人患者の受け入れにかかる未就勤の事態を把握することとしております。 なお、訪日外国人の医療機関におけるその未就金の問題に対しては、政府全体として取り組んでおりまして、入国前の段階において、日本政府、観光局、現地事務所等において、旅行保険加入、鑑賞ポスターおよびチラシを配布する取り組み等が行われていると承知をしております。保険に入っていただければ、まあ、それを使っていただけるということでございます。なお、ご審議いただいている令和2年度予算案においては、不払い等の経歴がある外国人にかかる情報を医療機関から収集し、 出入国在留管理庁に提供するための仕組みの構築を行うこととしております。えー、引き続きまして、えー、こうした取り組みを推進し、未収金の問題も含め、訪、えー、日外国人に対する医療の提供,提供に関連する多様な問題にしっかり対応してまいりたいと考えております。小木誠君。はい。えー、外国人。 観光客インバウンドっていうのは、本当に急激な増加を続けておりますので、そうした意味では新しい課題であり、早急な対応を今、構築されているところかなと思います。まず言語の壁がありまして、そこの通訳、また、救急の場合もありますので、深夜でも対応できる体制などですね、そういったことも対応されているということで、まあ、一歩一歩進んでいるのかなと思います。 また、えー、ちょっと答弁にあったかどうか分からないんですけれども、私が聞き取りしたとき、ね、保険に加入されてないものだから、外国人の方がです、ねあの、お医者さんが金額の付け方が分からないということが発生するらしくて、そういったときにあの、算定マニュアルみたいなものを作って、その相場で、えー、ちゃんとその場でいただくっていうことをやっているというやにも聞きました。えー まあ、外国人観光客、訪日客の医療費未払いが全体の4割というご答弁でしたので、残りの6割弱がです、ね、今度はその保険に加入している外国人が病院にかかったときに、自己負担分を払ってないっていう、未就があ、まあ、相当額ある。 とといいうことでございますちょっとこちらの方はあは、私、質問立てるように通告してませんでしたので、今日は質問をいたしませんが、えー、この分もです、ね、これは病こ、こちらも病院がかぶっているということになりますので、えー、併せてですね、まあ、対応の仕方はは訪日外国客保、保険があるかないかの違いですので、えー、よく似た対策にな,りなると思いますので、ぜひこちらの方も併せて、えー、対応をお願いしたいと思います。 え続きまして生活保護について伺います外国人は生活保護の受給はできるのかということにつきましてお答え願います厚生労働副大臣橋本岳君 生活保護についてのお尋ねでございますが、生活保護法は憲法第25条の理念に基づき、日本国民のみを対象としております。一方、外国人については、日本人と同様に日本国内で制限なく活動できる在留資格を有する方については、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。 外国人に対する保護については、生存権保障の責任は第一義的にはその社の属する国家が負うべきであるとの考え方に立ちつつも、人道上の観点から、あるいは先ほど少しお触れになりましたけれども、分断を招きかねないという点からも、行政措置として行われているものでございます。そそそののののののの上で生生活活保護制度度は資産能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用 をすするるるこことと要件としてておりののの取扱いいいはは外国人にに対する適用の場合につもも変わるものではござまませんまた出入国管理法上、貧困者等で生活上、国、または地方公共団体の負担となる恐れのある者については、入国できないこととされておりまして、法務省において、本人の生計維持能力について、厳正に審査を行っていると承知をしております。保護の実施期間においても、入国直後の外国人からの生活保護の申請については、その社 者が在留資格の取得時に入管当局に提出した資料と同様のものの提出を求めてきているところでございまして、えー、引き続き適正な保護の実施に取り組んでまいりたいと考えております鬼木誠君、はいえー。答弁の冒頭ではです、ねえー、生活保護は、まあ、日本国民のみを対象,し対象としていると、憲法十25条ですね。えー に基づいて生活保護法も日本国民のみを本来、対象としているのが生活保護なんだけど、だけどやっぱり社会の安定だとか、人道上の見地から外国人にも支給しているところがあるということで、ここが日本のいいところといえばいいところだけど、甘いところといえば甘いところで、批判の強いところということで。 まあやっぱりフェアであるということですね、その実態に照らして、不正があっては、日本国民が我慢できないということになります。そもそも外国人労働者、まあ、いろんな資格で来る方がおられるわけですが、労働の資格、留学の資格ということで来られる方は、 入国する際に、整形維持能力というものをちゃんと審査しますよというご答弁がありました。ですから、えー、整形維持する力がない人はそもそも入国できないわけでございます。で、そういう中で、えー、来てもらうわけですから、そういう方が、えー、生活保護になるというのはおかしいんですが、おかしいと言っても、病気やけが、何らかの理,理由で働けなくなる。 ということは日本人にも起こりうること、そして日本に来た外国人にも起こりうること、そうした方のセーフティーネットのためにあるのが社会保障ということを考えれば、えーまあ、そういったときに生活保護が使えるというのもある程度わかるわけですね。ただ、やっぱり在留資格の更新というものがあります。労、えー、労働働といいう資格ででで来らられたたのならば労働ができなくなばがきくった時にいつまでも 生活保護で日本に居続けることができるかというとそれはできないわけでございますそして資格がなくなれば帰国してもらわないといけないということになるわけでございますなのでいろんなケースがありますしたがって不正なケースですねを見逃さないということであくまでフェアな形での社会保障ということで行っていただきたいと思いますそれで あもう1問ですね日本入国後に、ちょっと私、今、触れましたけれども、日本入国後に困窮状態に陥った外国人ですね、えー、在留資格が更新できるのかということですね、えー、お答え願いたいと思います法務省高島出入国在留管理庁次長、なお恐縮ですが、申し合わせの時間が近づいておりますので、簡潔にお願いいたします。はい、えー えー、在留期間更新についてのお尋ねでございますが、あ最初に入国するときと同様に、えー、更新の場合におきましても、申請人が独立の請求を営むに足りる資産、技能を有しているかを考慮して判断しているところでございます。すなわち、申請人が日常生活において公共の負担となっていないこと、そしてその有する資産、技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれることが必要となります。えー、もっとも仮に公共の負担となっている場合でありましても、在留を認めるべき、 人道上の理由が認められる例外的な場合にはその理由を十分緩和して個別で判断しているところでございます。尾木誠君、はい。えー、まあ本当人道上ということで日本という国はいい国だなと思います。ただやっぱり日本国民と外国人フェアに扱って不正を許さないっていうことが社会保障のもう基礎、もうそれが成り立つ基礎だと思いますので、ぜひともお願いしたいと思います。えー、もう一問できますかね。 年金について伺います、外国人が、えー、年金を納めることになっていると思いますが、納めたとしても、受給できるまで日本にいるとは限らないと思います。えー、日本人のあ、外国人の年金制度への参加はどのようになっているでしょうか厚生労働省、稲津久志君。 お答えいたします我が国の年金制度においては、我が国に居住する外国人に対しても、日本人と同様に年金制度の適用を行っているところでございます。このため、我が国に居住したことのある外国人については、日本人と同様に10年の受給資格期間を満たせば、老齢年金を受給することができます。一方で、外国人については、在留期間が短い方も多いことから、脱退一時金制度を設けているところでございまして、 老齢年金の時給資格期間を満たさない場合に、一定の要件の下で、たった一時金を受け取ることができることになりますお木ぎり誠、失礼しました、おにぎり誠年金もちゃんと納めてもらうし、最後まで納めなかった場合は、一時金で支払われる、そしてそこにかかったコストは差し引かれているということで、あくまでフェアなルールで作られているということでございます。 日本はその社会保障天国だから、ただ乗りしてやろうっていうふうな人が来るような社会保障ではいけないわけでございます。日本は社会保障が充実して、とってもいい国だから働こうって思えるいい社会保障制度、そしてその基本となるのは、日本国民が理解、納得できるフェアな、公正な制度づくりだと思いますので、しっかりと今後とも取り組んでいきたいと思います。どううもありがとうございました これにて、お木君の質疑は終了いたしました。次に、後藤祐一君。